MBS ヤングタウン。もう今その、はい、映画公開中でございまして、アルキメデス、すごい調子がいい、師匠見てまいりまして、私もありがとうございます、はい、後でいろいろ、はい、ありがとうございます、聞かせていただきます、はい、ありがとうございます。私、奥手鶴瓶と三遊亭トムと MBS アナウンサー福島信弘がお送りいたします。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。もちろん番組の感想や日常あった出来事なども送ってください。メールはヤンタンアットマーク MBS1179.com、 ヤンタンアットマーク MBS1179.com です。またこの番組はインターネットでも配信しております。 MBS のホームページからどうぞ。アドレスは mbs1179.com です。今日はですね、はい、ゲストに尺八の辻本よしみさんをお迎えしております。よろしくお願いします。去年のツアーについてきていただいて、はい、そうですね、しっかり友達になりまして、ね、ありがとうございます。飲んでらっしゃるんですもんね。家が近いもんですよ、ね、あ、そうなんですか、はい、お話はよくね、番組の中でも登場します。そう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 、お最近よく聞きますね。あ、嬉しいです。相当仲いいんだなって。相当仲いいっていうか、もうあの一つ尺八を克服したんだよね。あの、いやいや、あの尺八を克服、はい、まず苦手として、はい、いやいや、社会苦手であんな吹かないからね。あ、はい、で言葉もちょっと小さい時から苦手じゃないですか。それがちょっと克服して何でも言えるようになりましたから。あの、はい、ちょっとまだよく分かってないですけど、尺八を克服っていうの、尺八を克服いうのはその、はい、あの言葉ですよね。おいおい、どこまで言わすの。いやそういうことを言ったら、あの、悪いなとか思うからですね。言っても違和感がなくなったということですよ。それはほんまにお仕事ですし、それ本格的な、そのなんていうか、尺八ですからね。はい、それは 何度もこのラジオで言ってるじゃないですか。あの、一緒に、あの、まあ、あのね、今度のドラマで愛人役、はい、あ、そうですね、そうだ、その話も聞きました、ラジオ出れる予定やったのにもかかわらず、はいはい、あのスケジュールが、あの、ちょうど、あら、あれ、そうなんです、そうそうそう、残念だ。なんか、あのね、お話がそのどうだっていう話で、みその座でしたからね、はいはい、ね、まあ、それは僕、あのね、そう、飲んでて、もう最初に言ったこと忘れてもて、帰りに本当にそうですね、師匠が、あの、辻本さんに会うんじゃないかと、ちゃんと説明してる、ね、あの、会うんじゃないかっていう仕事ですよね。それでそのことを忘れちゃって、その後に、あの、その前に言うと、そ のドラマで、はい、そのドラマだったんですか。ドラマでね、はいはい、ドラマで、あの、なんていうか、その愛人役っていうか、僕の愛人じゃなく、はい、ある方の愛人役を探してはったんやけど、あの、女優じゃなく、はい、あの、まあ、綺麗な方だっていうんで、はい、うん、はい、あの、何人かして、結局女優の方に決まったんですけど、スケジュール合わなかったんで、はい、はは、 ある方が決まったんですよ、はい、紹介して、うまくそこに当てはまりそうだったのが、はい、まあ、スケジュールダメだったんですね。そう、知らなかったもんですからね。そうです、だからその日の夜のことは聞きましたけど、聞いたでしょ、はい、で、その夜に、あの、まあ、運動送って帰って、はい、で、僕が、あのー、ね、タクシーの中でポッと見たら、ピポッと来たから、うん、メールが来たら、メールが来た、あ、今日は愛人の夢を見て寝ますって書いてあったから、俺もすっかりその頼んだことも忘れてるから、いや大事な過去を忘れすぎですよ、今日は急にだから、そこだけ見たらおかしいやん。そうですね、急にとうとう俺も好きになったから、ついに愛人志願ってすごい、愛人志願ドラマにありそう。僕はもうお受けいたします、お受けいたします。そこだけ取られた恥ずかしいですね、その返信ね。改めて聞くとお受けいたします。そうなんですよ、ね、じゃあどうしていいのかね、そのじゃ冗談でどうしてもね、お受けいたします、お受けいたします。意味わからないから、はい、朝、あの、はい、ウキからね、連絡があって、はい、あの件ですけど、はい、どうしてもスケジュール合わへんかった、どの件やねん言うたら、尺八、はい、の辻本さんの愛人の件ですけど、はい、あーんと、あー、そこで繋がったんですね。そういうことかと、そういうことかと、はい、昨夜のメールは繋がってそうすると、それを思い出すと本当恥ずかしいですね。お受けいたしますって言った師匠自身も、ものすごい恥ずかしい、恥ずかしいですよね。いや、お受けいたしますよ、もうすっごい、ものすごい遠いとこからの冗談的な、冗談ですよね、当たり前やんな、これは。そうですね、冗談で言った、もちろんそうですね、うちの嫁も知ってんねんね、はい、そうやろ、はい、うん、ね、いや、知らんかったらね、言われて、いやいや、そうですね、ああって聞いちゃうわけね、ああ知らなかった場合はね、まあまあ、人間というのはね、はいはい、まあ、なんていうか、ちょっと余裕、どっか余白を残しときたいもんやんか。そうですね、全部が全部じゃないですよね、はい、ほんまに納得してんの、はい、あの、ちょっとどうなっていくのかなと思いながら聞いてます。ちょっとあなたね、あなた、あのね、ここに辻本からそんなん思うたらどうする。そう、ね、それは、まあ、そこだけ見たらおかしいね。そうですね、確かにそれだけ見たら、
お受けいたしますになりますよね。なんでしょうね、やっぱそう、続けてくださいそうならざるを得ない。びっくりした、大きなハートマークの人形を送ったね。ハートマークの人形、もうあの動くなんかハートが飛んでる絵文字がパンと飛んで、はい、もらって本人もね、はい、本人もね、もうほんまおもろいやっちゃうからね、はい、でその後あったんですよ、はい、その後あの味噌のだ出てるから、ええ、あの天むすがうまいんで送ってあげた。そうなんですよ、すごく美味しかったです、まあ、ね、あの、うん、そう、師匠がわざわざ差し入れていただいて、たくさんね、はい、もうめっちゃみんなで食べ言って送ったんです。はいはいはい、ありがとうございます。送って、まあ、前川さんにも送ったんですよ、はい、ほうほう、前川さんが座長ですからね、ほうほうほう、でまあ可愛がってもらおう思ってですね、ほうほうほう、前川さんに可愛がってくれるやろうと思ったから、なるほど、よろしくお願いします。産、はい、んだら全然知らん春の愛からメールが来て、あの天むすいただきましたあれあ、まあ皆さんにね、まあ、まあみんなでどうぞ、ね、それもお話したと思いますよ、はい、してませんか、その、それしてないです。あ、そうですか、それはもうすごい話で、それでそんな辻元からもうと思ってますからね、はいはいはい、尺八の辻元からもうとと思うから、尺八可愛がってねと、その、あの辻元さんと抜かして尺八可愛がって尺八の辻元さんを可愛がってあげてくださいと、はいはいはい、春の愛に、はい、お前もおったんかいうことで言うたんです、はい、今度誰でも分かるでしょ、名前もね覚えてないかもしれないから、うん、ね、そうやって言ったと、うん、いや師匠私それあの特技なんですからそれじゃないまあ分かんない、まあ、分かんないですよね、そうですね、かもしれないですから、それじゃあ、ね、春の愛さんも上手かもしれないし、何やもう分からないなって習ってたのかもしれないなら俺本格的に習う言うてんねん。ああ、そうなんですか。まあまあ習わへんやろうけど、習う言うてた、私は本格的にやりたいとか言って。あ、でもなんかあのお三味線とかすごくいる、うん、あの興味あるみたいで、うん、春の愛がほんまに吹いたらすごいです。いやでも春菜さんが社会人吹いてちょっと笑っちゃいますね、笑っちゃう、ちょっと見てみたいですよね、笑っちゃう、いや面白いじゃないですか、単純に声づらとして、まあ、そんな簡単にはね、はい、10年かかってもまだ春の愛も60いってないでしょう。今何いくつや、春菜さんの年齢いくつなんですかね、分からないですね、全然考えたことない、不詳ですから、ね、でも10年はかかるからね、もう吹けるまでどれぐらい、うん、いや結構尺八個人差があって、うん、あの本当にすぐあのいい音を鳴らす方もいらっしゃいますし、なんかこうなかなか吹けなくて、うん、あの歯の位置とかそんなんもあるらしいね。そうです、歯並びとか骨格とか、それでも向きもそうなんですよ。そうそう、だからあの忍笛とかあるじゃないですか、はいはい、あの噺家の笛ね、うん、はい、あれ習いに行ってもどうしても歯があれあかんので吹けないというやつと、行ってあのすぐ吹けるやついますか、うちの一番下は吹けますからね、うん、だからその吹く簡単にはできない、誰でもできないんですね。そうですね、結構個人差が出やすいです。せやけど尺八が誰もわからんとブワー吹いたらものすごい特技やで。いやいやいや、そんなにうまくなかっても、はいはいはい、音出ただけで、はこれやで、これ何本も持ってはんねんね。そうです、あの尺八って結構いろんな長さがあるので、はいはい、その長さあのたくさんいろいろ持ってるんですけども、今日もちょこっと持ってこさせていただいて、いや持って、そうそうそう、この後もまあどこで吹くの、はい、この後浜松、今日はそうですね、浜松で吹くね、はい、もうインスタ見てると本当に各地行ってますよね、いろいろ。この函館行くから、ね、この間飲んでたら次の日函館行くから、はい、女もはよ帰り言って帰らせたんですけどね。函館はどんなことしてきたの。函館ではあの、うん、なんかあのちょっとこうおめでたい席で、うん、少しこう演奏で花を添えさせてもらって、いやだから、うん、おめでたい和ですか、和的なそうですね、尺八と琴で二重奏で、いやだからまあ、あのやっぱり日本人としてはその和のね音っていうのはいいやんか、うんうん、そうですね、でそこでね、それで、まあ、演奏会行くのもいいけど来て吹いてくれるの、うん、生でね、すごいで、うん、なかなか尺八生で見る機会ってなかなかないですか、ね、そうですよね、うん、まだ本当に尺八ってまだまだこうマイナーな楽器なので、まあ、できる限りこう身近にお届けしていきたいなと思ってます。いやいや、もうそれはだから辻元さんがもうそれをすべきですよね、うん、でまた綺麗、もうこの本人が言うたらねユニットも組んでらっしゃるんですよね。ユニットですか。5人ですか。これはですね、バンブーフルートオーケストラっていうプロジェクト名でさせていただいているんですけども、はいはい、そうなんです。1作目はあの私のソロでやらせていただいて、で2作目があの尺八の女の子をですね、うん、あの新たに4人加えて
アルバムをリリースさせてもらったんですよ。みんな若い子やで、この子ら。そうなんですよ。な、全員20代でしょ、ほぼ。はい。これもう皆さん尺八をずっとやられた方の。そうです。お父さんがやってはったとかそんなんじゃないんですか。っていう方もいらっしゃいますし、新たにこう始めたっていう、あのたまたまこう出会うきっかけがあって、出会いが出会いが面白いですよね。僕はお父さんですよ。僕はお父さんもその、僕はお父さんがやってはった。そうなんですよ。他の人はどういう、まあざっと言うと、あの人はこんなやでとか、急に出会ってどこで出会うのが確かに一般的なのかって思いますよね。家の前でなんか小無双が吹いとった、ね、いやいやいやなかなかないですよね。吹いてた吹いてたとしてもそこに魅力をね感じて弟子してください、弟子してくださいってなかなかなんないですから。いや昔京都の方ではよくいたはったんですよ。その気付けみたいなんでね、バーッと来はる人もいましたしね。最近でも私は実際には会ったことがないですからね、小無双には。どういうそんなんで吹くようになったんいうの言ってる、そのこの、いや、なんかラジオで尺八を聞いて、うん、すごいこう感動して始めたっていう方とか、いや、よう聞いてたら泣くで、うん、涙ない変に出てくるよ、うん、出てくるあの音もある。はなそうですね、結構声に近い楽器とかも言われたりするので、うん、結構こう金銭を震わせてくれる音もあったり、うん、辻本さんお酒飲むんです。そうです、立ち並む程度に。立ち並む、はい、立ち並むって浴びるように浴びるそんなことない。でもそうなると、例えば次の日のコンディションとかで、例えば、ね、我々とかでもこうちょっと声が出にくいとか ありますよね。尺八でもやっぱちょっと変わってきたりするんですか。いや、そこまで考えないですかね。まだ若いからね、あれやけど、肺活量で、どこがやっぱりその風邪ひいてたらあかんでしょ、花火ずわー出ない。やいやいやですよ、そっちに目いっちゃいますもん。だってどんなにいい音色でもやっぱり出てくることあるやろ、やっぱ鼻水が浮いてたら、ね、その時はもうちょっとした隙間でって吸ってこう、ステージ上で鼻水、ステージ上で鼻水を、はい、でも結構近いところにいつもマイクついてるじゃないですか。そう、あの咳払いをする時がちょっと気使いますね、あのうんってこうできないじゃないですか。ヘッドセットつけてやるんですね。そうなんです、ヘッドセットでマイクが近いので音を拾いやすいので、そこはちょっと気を使うかもしれないです、ね、でもまあなあ、これこの女の子みんな綺麗な子やだ、このほら本当ですよ、うん、ありがとうございます。なあ、よ、まだいてはるんでしょ、たくさん。いや、女の子はあのすごくこう増えてきてはいるんですけども、やっぱりこう若手っていうのは少なくて、そうなんです、ね、年いってはる人もいてはんねん。そうですね、あの先輩方も凛々しいよ、そのね、留め袖でね来てピュー吹かはる人も、うん、あー凛々しいよそれ、うん、こうやって見てると、でも長さも結構バラついてて、それでやっぱ音も違うんですか。そうなんです。あのそれはなんていうの、それ、これ今日持ってきているのは一尺八寸っていう標準の長さを持ってきているんですけども、うん、それで尺八か。なるほど、そうな、尺八ってあのついたという、そういう一尺八寸か。あ、なるほど、へえ、そうなんです。なるほど、なんですけど、いろんな長さがあって、もっと長いものだともっと低い音が出ますし、もっと短いものだともっと高い音が出ます。これでも昔からあんねやろ、その言うた何時代からやろ、こんなもん竹あんねんからな、ね、でなんか中国がやっぱり、そうですね、中国からあの伝わってきて奈良時代に、最初はなんか雅楽のあのそう一種として伝わったんですけども、その後独自にこう日本の中で発展して、今ね、中国よりも日本の方に発展してるわけっていうか、うん、あの日本に入ってからですね、あの指穴があの減ってるんですよ。あ、そうなんですか。なかなかこう減るっていうのって、うん、あのまあ、日本特有だなってすごく思ってるんですけど、うん、まあ、そういったところでこう日本らしさっていう、まあ、そらそらね、その中で減っていったんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、どうして減った。いやいや、お前には分からんと思うよ。そ、なんですか、なんでですか、本当ですか。増やせばいいと思って、誰に立ち談芸人だ、立ち談、立ち談、何でもあれこれ駅弁やったりなんとか、いや、そういうことじゃないですよ。機材、機材のみが、芸は引き算だとしてもですけど、単純に気になるじゃないですか。だって穴がね、そう、あのもともとあったやつが減るわけですもんね。そうなんですよ。普通はやっぱりいろんなこう曲を吹くにも穴があればあるほど楽にこうできるので、うん、増えることは、まあ、結構あると思うんですけど、減るっていうのがなかなかないので、そこはすごい私は日本らしい発展の仕方だったんじゃないかなって思うんですけど、単純に言うと音数が減っちゃうイメージですけど、うん、そうではないことですね。そこに、そう言い切れない、音数減るというよりもそこに
何か日本らしさみたいなものっていうか、ええ音が出たんやろね。あ、これをこの穴なくすとすごいなんか苦しいけどもいい音が出ると。音が少ない分自由度が上がるみたいな感じ、ね、俺あれ好きなんですよ。息なんか中から息継ぎのフロキューってなって、あっ、おいしい、何か食べてないかな、落ち着いイメージかと思いました。落ち着いイメージ、落ち着いイメージも見たことないわ俺。いやでもその音のなんかそのあの床し床、はいはい、何やどないなんか奥行きっていうか奥ゆかしさみたいなのがあるわけよ。でもこれ例えばいっぱい数の穴があったじゃないですか、はい、いやごめんなさい、ね、にだからこう数があるじゃないですか、はい、でも減っても同じ音は出せるんですか。その音をその減って簡単にこう指使いで出せなくなった音は今度首の角度とか指の開け具合で作っていく、多分そこでそのなんか日本にあったなんていうちょっとこうパーンという音は出なくなるので、ちょっとくぐもったような相当になるので、そこにこう日本を感じて減ったんじゃないかなと思うんですけど、まだ増えた竹もそのままあんの、こんなあったよね昔って。いや今でも穴だらけやんやつ多孔尺八って言って穴がこう多いやつ、はい、多いやつももちろんあるんですけども、基本の形としては表に4つと裏に1つの5つの今穴になってるので。知らなかったです。首の振りはなんか、はい、よくなんか言うね、何振り3年何やらすんな、首振り3年頃8年、あれ本当にだからそれで変わってくるんですか。首振り3年何、首振り3年コロ8年。コロってね、コロっていうのはなんかコロコロコロっていう奏法があって、実際に出せるもんですか。出せます出せます。ちょっといいですか。まあ、首振りはこうやってあれこんなに喜んでもらえる。いやほんまやで、こんな身近にあれやねんすごいですね。飲みに行ってもね、そんなにないね。飲みに行ってはないでしょ。飲んでたら隣で尺八吹いてるとかしかないですよ。なかなか飲みに行って一回吹いてもらったらびっくりしちゃったもん。へえ、いやそうですよ、それはびっくりしちゃった。ちょっと一回吹いてない多分。今首振り、そう首振り、これはビブラートをつけたりとかするんですけど、コロコロっていうのがこうやってコロ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 っていう奏法がありまして、それで首振り3年コロ8年っていう、コロが8年かかんねんだよ、はあ、コロがね8年だけで、でそこからやりだしたんやけど、大学にそんなん教えるとか、それは俺こういうの習うのは例えばお坊さんとかそんなに習いに行くのかな、弟子入りっていうイメージですよ ね弟子入りするのかな、大学にあんねん、はい、それが。そうなんです、まあ本当に少ないんですけども、うんうん、尺八専攻っていう、うんうん、専攻がある東京芸術大学にはあるので、うん、そこに進学しまして、うん、大学でも何人ぐらい入るのそれは。法学科で定員が25って決まっていて、うん、そうなんです、その中にそう日本舞踊とか、うん、能楽だったり雅楽とか琴尺八、そうなんです、時和とかいろいろ全部入るんですか、ね、時和も、はい、いろいろありまして長唄とかあって、その中で定員が決まってるので、その毎年尺八は何人とか決まってないんですよね。そうなるとどうなるんですか、その大学の先生に習うのか、それかどこか別のところに出稽古じゃないですけど教えてもらいに行くのか。大学内では大学に教授でだんそういらっしゃる尺八教授、そうなんです、尺八教授がいらっしゃる、はいはい、まあそうです、ね、いや尺八教授はいろんなことしゃれんでしょう、その、ね、尺八一本でしょ、でもじゃあ生徒の取り合いっていうのもあれですけど、だって教授だとやっぱその教え子がいないとっていうので、その割り振り大変なんじゃないですか、その25人。そうですね、あと、まあ、入学希望者の数にもよって多分変動出てくるんだと思うんですけど、でもこの子らって大体その同期とか後輩とかでしょ。そうです、同期と後輩と今大学卒業したばかりの子と、はい、5人でやってますね。だからその言うたら芸大の中の本当に人数の少ない中から、なおさら貴重な方たちですよね。そうですね、本当にもう
女の若手の吹き手っていうのが、まあ、本当さっきも言ったように増えてきてるんですけど、本当に数が少ないので、そうなんです。男性の方が多いのは多いんですか？多いですね、やっぱり数的には圧倒的に多いです。男性はどこ行くわけ？歌舞伎の方に行くわけ？それともどういう、どうやって？そうですね、まあ、古典で、あの古典もやったり、こういろんなセッションでやったりだとか、結構その辺はあのフレキシブルにやってる方が多いんですけども、演劇の伴奏音楽ではないですもんね、尺八ってね。そうでも、そういう依頼がありましたら、私もあの舞台音楽なんかもやったりしたことあるんですけど。いや僕もやってもらったからね、はいはい、そうですね、実際僕初めて見させてもらったのがその師匠のやっぱ会でしたから、歌舞伎なんかにはついてないですよね、尺八って、ね、そうですね。でも、新作歌舞伎とかにはこう音が入っていたりはします。誰が吹いてた楽器なんですか？もともとはそのやっぱお坊さんなんですか？そうです、もともとはそれこそ小無双とかが吹いていたものが今主流で残ってるんですけども。まあでも小無双も誰かに教えてもらったよな。そうでしょうね、下手な小無双もおんねやろな。小無双の格好小無双の格好したからってうまそうやけど。いやいや、それこそ歯の形とかもあるから より一層ね。いやすごく味のある音かもしれない。ああそう、向き不向きやな、この小無双って。小無双やからな、うまいわけでもないやん。そうでしょうしね。ちょっとやってもらおうや。そうですね、ちょっとこんなこと言うたいですね。マイクも一応ご用意してるわけですよね。ちょっとじゃあ尺八らしい感じで、はいはいはい、一吹きだけやらせていただきます。これにその例えばマイケル・ジャクソンとかそういうのもあんねんで、それ、はい、そうそうそう、洋楽をカバーしたりも。で誰が洋楽カバーしようって自分で思ったわけ。一番最初もちろんこう活動していく中で洋楽カバーする機会はあったんですけども、うんうん、一番大きなきっかけとしてはなんか番組で、洋楽和楽器で洋楽をカバーするっていう番組があって、うんうん、そこでやったのがすごく大きな反響、まあ、ポイントというか、そう反響をいただいて、俺、まあ、その後に世界ツアー回ってるやんか。そうですね、いろいろ海外も公演させていただいてます。それがちょうど俺がその病院で見てたからね、検査入院してた時にそれを見て、この人誰やねんいうことになって、そういうつながりだったんですか。そうそうそう、検査入院してた時にうわこの人誰よとすごいなと思いながら番組に出られた、番組でそれでうちに浮きに言うて、お前こんな人知ってるかって知らんか、そういうつながりだったんですか。そうそうそう、この人は全然そんな知らはれんよ。はあ、ほんでうんじゃーって言うんで、いや読みましょうよ言ったけど、読みましょう言ったってね、そのそんな出前じゃないんだよ。いやいやそんな、あとあそうなんですか。いやなんか浮さんとそれこそ辻本さんのマネージャーさんものすごい仲良しじゃないですか。いやその後に仲良くなってあそうなんです。いやなんかもう10年来ぐらいの感じで、そうなんです、はい、すごい仲良しで、仲良しなんで、そうなんですか。だから昔から旧知の関係なのかと思ったんですけど、なんかよく一緒にいてもすごい電話が、あ浮さんからだって、さすがですねやっぱり。すごいな、やっぱだからすごいそういう仲になったよ。まあね、お前さやけど辻元さん読んだって、その、三味線の、はい、そのなんていうの、お囃子の中に一人入ってたって意味ないでって、浮いちゃうし変な感じ、浮いちゃうし変な、それはまあええねんけども、はいはい、なんか人ないか言うていろいろ考えて、はい、やってで去年、そうなんです、ね、すごく素敵なステージいただいてパッと出られますもん、はい、ありがとうございます。でも分からん、僕遠くで 見てたんで、僕、はい、すいません、吹き方とかもちゃんと初めて見たんで、下唇の下に置くんですね。そうですね、下唇の少し下のこの顎に乗せて吹くんですけど、もっとなんか大胆に息を吹きかけるものだと思ってたらそうでもないんですね。こう、そうふわっとするんだな、うん、そうですね、そこまでそのものすごく息量を使ったりはしないので、だからポイントやで、その角度とかポイントがその角度を難しいだろうな、掴むのが難しいかもしれないですね、これ年季あるやん、これ何やの、
もうちゃんとこの焼いてあるよね、これ。そうですね。すすみたいなね、感じの色合いですよね。尺八はあの見た目で値段が変わるとかって。いやいや、これ、これ高そうやね、これちょっと。なんか分かんないですけど、良さそうですもんね。なんか真ん中のところに継ぎ目みたいなのがね。継ぎ目がありますね。ありますよね。はい。うん、これあの今はなんかあの二分割にできるものが、そう分かるね、それ、ま、小さくなるわけ、小さくなんですかこれ、小さくというかの持ち運ぶ時とかにこう二分割に、本当だ、こう中継ぎの部分で二分割にできる、仕込み仕込み尺八すごい、シャキンと、かっこいい、持ち運びしやすい、尺八デカ、尺八デカみたいな見たい、尺八デカって、いやいやでもかっこいいじゃないですかね、なんかそれええよね、尺八デカ、尺八デカでこうなんかやりながら自分で登場してきて喋れないでしょ、だってその人しばらくお前らその増えすぎやね、足し算ごめんなさい、また足し算してしまいました、つい尺八でかい、すいません、やってしまいました、尺八でかい、ついついもうプラスワンで味が燃えてるから、すいません、そんなことばっかり、失礼しました、濃い味が好きなんですよ、すいませんでした、全部のせな感じで申し訳ありません、キングこんばんは、7月の26キングというのもやめていただきたいと思いますねこれからでもこれ鶴瓶さんが僕から言い出したんですけど、なんかあの犯罪起きてあのキングと呼ばれそうなやつが言ってたみたいです、はいはい、ありましたですね、あれからもキングで普通の鶴瓶でいいです、ベイちゃんでもいいです、鶴瓶さんと、はい、アルキメデスの対戦、出演してるそうですね、あの見ていただいたと思います、見ました、7月26日です、はい、見られましたでしょ、私はまだすみません、死者も見てない見てないです、死者なんか全然こんだけ仲いいのにまだ見てないです、まだ見てないです、ごめんなさい、すいません、私は見ました、いやお前に、いやいやいや、誰しか見てない人間の感想を聞いてくれないんですか昨日深夜見に行ったんですから、僕どうやって本当に本当に、いや、あの師匠にそれこそ撮影現場、いやちょっと待って、なんで笑ってんだ、よかった、いやよかったの言い方がもうすごく よいしょ感があるんですよ、本当によかったと思ったんだら普通に言えばいいのに、よかったって何したから言うんだよ、本当によかった、深みのある、それこそ僕は師匠にだってヤンタンのあの収録を神戸でやったじゃないですか、だから僕現場に一日貴重なその師匠のそのアルキメデスの撮影現場に行かせていただいてたので、よりこうね、あのシーンがこうなったんだっていうのも含めて、うん、もうね戦艦と同じぐらい重厚な映画をちょっと見させていただきました、私は、戦艦と同じぐらい重厚ってどういう日これダメでしたこれダメでしたっていうのもマジですか、戦艦と同じぐらいこう重厚なこうしっかりとしたその趣のあるいやでもやっぱりこれは本当に出てる人間がすごいですからね、はい、最後のまああのね言うたら田中みんさん、はいはい、まあ、あの人すっかり友達になりましたよ、あそうですか、あの、うん、巷で見られてましたね、巷がうちの家では長野県の山奥で畑やってはるんですよ、はい、田中みんさんの人がね、あの舞踏家なんですよ、はい、でやってはるんですけど、それが俺この人もね名前だから読んで、はい、すごい仲良くなって、で楽器をもらったりですね、芋を送ってきたりしはったんですよ普通にそういうこともやられてるんですね、みんのじゃがいもやってみんじゃがいもやって送ってきてもうたりして、でまあ見られへんから言うんで、あの下へ降りてきて友達の家泊まってテレビ見たんやって、嬉しかった言うたわ、あのテレビ見るのかいな、あの人は、自分のテレビ見て嬉しかった言うて面白かった、そうなんですか、いやでももう、高見さんすごい最後のすごいシーン、田中民対ね、その言うたら須田の最後の芝居よかったよね、うん、よかったです、でそれこそ師匠もセリフで相当苦労してたじゃないですか、で僕が台本見せてもらって台本でこう合ってるかどうかみたいな、ね、やっぱ数式がすごい出ますから、ああそうか、須田さんとかのセリフもうそんなあんなあれもう何ですかあれ、俺この頃もうね自分で自分がちょっとね自慢すんのやめとくわ、はい、難しいセリフや思ってずっと言うてるやんか、はいはい、須田なんか問題なら なんぼ若い言うたって天才数学者だよ、だから数式も、うん、黒板に書いてくんですね、 書きながらやりますからね、 その書くのも覚えてないといけない、そうですよね、数式だってもちろんやっぱだって本当に本当でないと 見るからね、そうだ、はあ、あの漫画家すごいな、あのあれを書くね、ドラゴン桜を描いた三田先生でしょ、
まあ、漫画もむちゃくちゃ面白いですけど、でまた映画はちょっと別バージョンになってて、なんかまた違うこうメッセージ性があったので、すごいな、ちょっともっと若い人に見てもらいたいですね。結構今日もういっぱいだったんですよ、僕行った時結構、年配の人もやっぱ多かったので、うん、まあ、これから評判を聞きつけて、うん、いやもう用入ってるみたいですけど、キャストも本当に豪華ですもんね。そう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 、ね、そうでしょ、言うたらやね、はい、舘ひろし、舘ひろし、橋爪勲、あ出てましたね、それから、国村純さん、うん、あ小林克也、ここがですね、小林克也さんもなんかちょっとこうイメージね、やっぱり DJ のイメージが強いので、だから現場はね、大概俺が一番年上になんねんけど、うん、俺の年上ばっかりやもん、いやでもなんかすごい異様な空気だろうなって、あの現場は、ね、あれだけ大御所が一つのテーブルにまとまって、こうね芝居をするって相当じゃないですか、まあそうやな、俺はそこにいてなかったから、うん、舞台挨拶の時はみんなあった、はい、みんな仲いいからね、はい、うん、その辺長いことやってるから、国間さんとも仲いいしやな、うん、橋爪さんともやね仲いいしやで、ね、小林克也さんとも仲いい、はい、だからその辺はこうすごい楽ですよね、いてたあの人に気使うとかないやん、お知り合いお友達ばかりだから、どうしても本当に一番大事なシーンじゃないですか、ようやってたやろ、はい、やってました、だから言うてや本当にあのセリフが、ね、今やで、はい、今なんか今な、師匠は本当に、うん、当日もまだちょっとセリフがうろ覚えでいらっしゃったと思う、誰がそんな、誰がそんな、いやだから逆に違う、それだけでも真剣に、忙しいですからレギュラー自分で真剣に覚えてたじゃないですか、本気で、僕も、はい、映画ですよ、そうです、映画よ、だからちょっとでもやっぱもう映画にこうちゃんとね見させてもらったら、それにバッチリハマってました、40度超えてんねん、そんなのあったね、ぼーっとしてくるんですよ、そうなんですね、だってちょうど今と同じぐらいの時期でしたよね、8月ぐらいの、それぐらいの時期でものすごい暑くて、しかも古い、なんでしょう、洋館っていうんですか、あれなんていうんですか、どこで撮ってるんですか、まあまあ、だからね、言うたら港の、そう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 、石川播磨の播磨重工ってあれやけど、はいはいはい、造船の跡地で撮ってる、ああなるほど、ああそりゃ暑いでしょうね、それでもう、もう何もクーラーも昔のとこやからさ、はい、それちょうど今年今ね、はい、今やってるドラマ撮ってんねんけども、はい、それはそこへ加えて、あれ大阪弁やったからまだやけど、はい、そこへ加えて標準語で英語で、はい、ああそんなもうラブラやで英語ですか、英語やで、はい、うん、英語って鶴瓶さんが英語で英語丸覚えや、そうか、あの時福ちゃんいなかったかな、うん、で師匠がちょっとこう英語の、そうそうそう、そう福ちゃんいなかったか、1ヶ月ぶりぐらいの通訳の人、女の人ですけど、はい、その人ともう一緒に暮らさなあかんかぐらいになったんや、それまた目的が違うんですよ綺麗な人一緒に綺麗な人の情報言ったんですよね、綺麗な人はどうか、よかったです、綺麗な人で、いやいや覚えなくこの人喜ばそう、そうですね、あそうですか、なるほど、先生が綺麗だと覚えるのが早くなる、やっぱ覚えるやん、なんかわっけのわからんがのな、外人きょってもやな、ガタイのいいね、男性だとちょっと片言の日本語で英語教える人違うとか言われて、そうじゃないとか言われてやな、そんなもん絶対嫌やが、そうじゃない違うと思うよとか言われてるみたいな、やっぱり綺麗って、綺麗な、そしたら女性の女の子、若い人でしたよ、違いますよって言われて、覚えたかな、上手上手とか言われて、いやそれはそんなん言わはれん、あ何ですか、俺すごいな、ずーっと言い切った、全部言い切ったら、はい、手続き聞いたはんで、そんなの、はいはい、イエスって、あれがかっこよかった、イエスそれ、いいですね、でもイエスって言われるぐらいに、でもそのそうですよね、自由になるのがすごいですね、イエスって何やろな思ったんやけど、はい、それは正解っていうことやろな、出来上がったってことですね、最後まで言い切った時に、イエスって言われた、嬉しいですねそれ言われたらね、うん、
いやだからそれはそのイエスを言わすためにはな、あイエスを言わす一生懸命暮らす暮らすを変えなおって暮らしてイエスで暮らす、まあでも面白い人、その人ともよう飲むわ最近ね、しょっちゅうその方とも、はい、仲良くなるスピードが早いですから、ね、そんな変なこと言われたってもう誤解せんようになったもん、はい、あのね辻元で免疫できてるから、あ そ, う、ね、そういうことじゃないっていう、一回なんだなんだって考えるメールには要注意ですね、はい、鵜呑みにはしないみたいな、鵜呑みにはしないだからこれぐらいの年の人にね、はい、そのちょっと冗談で、まあ、ここは間違い、間違い、完全な間違いやけど、うん、若い人でも変にちょっとしたらあかんよ、そのちょっとあのえほんまかいなとか思うよいやいやちょっと嬉しそうですよ ね、まあ、ね女性は結構そういうのをね平気でやる人もいますからね、そうですよね、うんうん、そうそうそう、なんかこうパッとこうなんでしょう、なんか、まあ、何の意味もなく言ったらあんねんけどね、はい、うんうん、本当冗談でしょうね、そうそう、うん、そらそやろそれは、男はすぐ勘違いしちゃいますからね、そうですね、うん、勘違いしちゃうの、いやいやいや僕はまあまあ的に勘違い、いや冷静なつもりではいるんですけどね、はい、たまにちょっとふわふわっとしてしまうときは、はい、すぐスッといきますからね、スッと打ちますよ私は、はい、そこは引き算してきますから私そこは引き算できる、そこは引き算できる、そこは引き算できる、これは本意じゃないな、これは本意じゃないな、これは違うっていうのはあできるわけ、はい、そこはイエス計算できる、男はアホとかやな、アホとかアホとかね、いやでも芸大なんか男の人の方が多かったやろ、そうですね、うん、特に尺八家は、そう、はい、男世界やんか、そうですね、一つのクラスになるわけですか、クラスやん、クラスというか、まあ、あの専攻で結構固まってるんですけど、はいはい、まあ、尺八は尺八で、でもね全部で25人しかいないわけですから、そうですよね、うん、で同期は何人ぐらいいたんですか、同期は尺八はですね3人いましたね、3人か、はい、それぐらいですね、男もいてて、そうです、男1人に女2人で、その1人があのこのバンブフルートオーケストラの2作目で参加してくれてるんですけど、ここに映っているいない切れてるんですよ、カラーコピーしたもん、顔からね縦に切れてるんですね、これね、これ誰やこのおじさん、鈴鹿ちゃんですね、これはひどいよ、そっち持ってきたってな、ほんまに、そうかそうか、これを見せるためにね、これ曲を見せるために人はもうしょうがないよね、お肉の作ですね、はい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 、このどの子、この子でしょ、この子、はい、一番端っこの子ですね、だいぶ切れちゃってたけど、みんな綺麗な子やな、綺麗ですね、うん、ありがとうございます、うまいことなったんなこれ、同期ということは同い年、同い年です、で私和歌山県出身なんですけども、うん、彼女も奈良県で、なんか結構似てる、近いよね、はい、近いところがあります、尺八の合奏ってあんまりねこう普段聞かないですよね、うん、こうパッと頭に浮かびにくいですけどね、うん、まあ、結構本当尺八って音色にもすごく差が出るので、あ一人一人の音色の差がすごい出やすいので、それはまあ自分のこのそのなんか軌道とか、はい、やっぱ口のね大きさとかやっぱり違うからね、それでも個性が全然違うんですよね、そうなんですよ、だからそういうのもあのこう今回5人でやってるのでその辺結構面白くなってます、どんなこれちょっと CD を、あそうですね、聞こうや、ありがとうございます、どれがいいの、一押しの曲は、そしたらですね、はい、ちょっとあの PV にもなってますジュピター聞いていただきたい、あジュピターね、はい、いいですよね、あやかちゃんのねあのあれですよ、平原あやかさん、平原あやかちゃん、ジュピターね、はい、ジュピター用意できました、はい、できました、それじゃあ行きましょう、まあ、この CD はもちろんそのねどこ行っても買えるんでしょうけども、見ていただいたら分かるようにですね、真ん中に辻元さんがおられまして、パッケージはなかなかない、お前らついてこいみたいな感じで、指定ですもんね、一問ですね、これ人間関係的にはどうなんですか、うん、人間関係リーダー的な感じなんですか、まあ、あの一作目私ソロで、あの私のソロプロジェクトで始まってるので、うんうん、まあそうですね、まあ、じゃあやりたいということになって、はい、集めてという感じですかね、そうなんです、みんな、はい、でも揉めたらこれ尺八で殴るやつ、いや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 、だいぶ揉めましたね、楽器から狂気にだいぶ揉め、それこそね尺八でかの尺八でかのさっきから登場曲も自分で吹いて尺八でか好きやな、だって想像してみてください、むっちゃ面白いじゃないですか、だって尺八吹いた人を急に真っ二つにしていきなりやるんですよ、何をするんですか、真っ二つの先に何があるんですか、だってこん棒みたいにする、こん棒みたいにするんです、こん棒こう首とかをこうね、警棒のもしくはヌンチャクみたいな感じによって、ね、勝手にちょっと5人で勝手に楽しんでおりました、ありがとうございます
や、やんにちの皆さんこんばんはと。先週放送でヒロ T さんの話題が盛り上がっておりました。ヒロ T さんが辞められるんでね、はい、僕と同い年ですけど、ヒロさんやんたに来てくれへんかなって放送で言ってたことをヒロさんの朝のラジオに送ったら9月末まで呼んでくれたらいつでも行くでと言ってありました。しかもヒロさんが鶴瓶さんよりもヤンタン歴が長いんやでと。そうですね。ああそうかそうか。ヒロティさんあの初めて電波に声が乗ったのがヤンタンだったっていう、はい、ギター弾いてらっしゃったんで、ね、ああそうかそうか、でパイセンのコーナーで、共演した福ちゃん、はい、もう、もう一回本気でヒロさん呼んでくださいと。どうですか。ヤンタンにぜひね来ていただきたい。9月末までなんでしたっけ。そうですね。有名なねヒロ T さんという向こうの DJ がもう辞める言うて、はい、あそうなんですね。まあ言うたらラジオで宣言しはったよな、はい、でも9月末までだったら大丈夫ですね。あそうですね、うん、じゃあそれまでに1ヶ月ぐらいそれはね、ヒロ T さん呼べる。あの人でもハーフみたいな顔してはるよな。でもね違うらしいですよ。違うらしいな。言葉はものすごく大阪弁ですからね。ああそう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 、かっこいいですけど、うちのあの純平とか、あじゃあ銀平とかと仲良いからね。あそうなんですか。そうそう、あよくじゃあ一緒になられたりしてるんです。そうそう、もう音楽番長みたいな感じですよね。もう関西でミュージシャンの方がコンサートとかするってなったら絶対ヒロ T さんのところに行ってね、ゲストで出られたりとか。FM のね、はい、有名な方ですよ。全部一人でやってらっしゃいますからね、皆さんこんばんは。呼んでのヒロ T さんをね一回 ねぜひねヒロ T さん、この前の放送でお好み焼き定食の話をされておりました。ああ、そうだそうだそうだ、トムさんお好み焼き定食ってお好み焼きとご飯食べるのね、はい、ちょっと俺ありえないな思うんですけど、ね、お好み焼き定食を出してる店なんて大阪にないって話でしたっけ。いや大阪にないけど、だからそんなものはないって話をしてて、あーそうかそうか、あのちょうどカズシャちゃんカズシャちゃん、かわいい感じになりましたね。いくらやっても言えない。カズシャちゃん今日ダメだな。カズシャがね2つ続くら無理なのよ。カズシャ俺もこんだけ滑舌悪いけど、はい、カズシャは言えるで。でもその後にさんつけるの難しくないですか。カズシャさん一応ずるいですよ。それはずるいです。1個抜けましたもん今さをこう言うために準備しましたもん。カズサさんだったら言えますよ僕も。カズサさんが、ゲストに来た時に、はい、お好み焼き定食、お好み焼きにご飯を食べるっていうのを僕が発信したのかな、そしたらなんかみんなない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 って言うから、うん、いやそれで調べようと思って、でまずすいませんちょっとで最近あの大阪収録がなかったんで、はい、なかなか大阪に行けなかったんですけど、東京でも普通にありましたから、お好み焼き定食ですか。定食お好み焼きにご飯、へどこですか。八丁堀、へえ、家の近所に、家八丁堀行けばいい。やったお好み焼き、いやそれ、いやいやそうなんです。それで写真ね撮って中井さんに送ったんですよ、ほら見って、うん、あの、ね、ありましたよ。そうスタッフの中井さんに送ったら、はいはい、そうやってなんか人脈でも使ってご飯つけさせたんでしょみたいなこと言うまあ失礼、ちゃんと写真もメニューも作って、もう写真も今携帯に持ってますけど、普通にありましたよお好み焼き定食。へえ、美味しいお好み焼きとか。ここも和歌山やからね、はい、お好み焼き定食にご飯ついてるのわかる。いやわかんないですけど、うちの父親が家でお好み焼き作って食べた時には、最後にどうしてもやっぱお米行きたいらしくて、最後にお米行ってますね。おかずとして食べるって感じじゃなくてですか。いやどういう感覚なのかわかんないですけど、やっぱ最後に白ご飯で締めたいみたいな。だからお好み焼きを食べた口で、あの残すいうかね、ご飯も食べる。まあなんかでも調べたら結構あるらしくて、そこの八丁堀だるまってお店ですけど、そこの店主も、そこ師匠も共通の知り合いのところですよね。あの師匠の番組昔出てたっていう人が、あのオーナーでやってて、師匠のあの鶴瓶先生でしたっけ。そうそう、それのあの誰や、生徒さんで。名前なんていうの。名前ですか。名前あの金ちゃん。金、あ金ちゃんね、はい、金ちゃんちょっとごついやつ、ごつい金ちゃんが今その僕の近所のお好み焼き屋さんを夫婦でやってるんで、それでなんかあの出してもらった。やっぱでもお好み定食自体はそんなないらしいですね、でも大阪でも結構調べたらあって、見たことないけど、焼きそば定食は確かに、ね、焼きそばにご飯つけるの、はい、俺も嫌やけどね、それは、でもこれでも美味しいですよお好み焼き定食。まあそれはソース、まあね、ソースを、はい、あのベースにマヨネーズも入ってるから、そうなんですよ。だからもうそれほんならもうご飯に、はい、あのそのソースとおたふくソースとマヨネーズで食べてるようなもんやんか、
いやいや、またちょっとそれはもうそれこそいい足し算になってまして、うん、一味も二味も違うんです。足し算いやいや、歩きです、歩きです、足し算。いや、その数式大好き、いや、数式大好きじゃない、そんなのじゃなくて、ここのマークしかないんだよ。いやいやいや、引き算もあるだろ、歩きですか。いっぱい引いてたよ。だけどこうハッて食べたら本当に美味しかったんで、ちょっとぜひ今度ヤンタンのスタジオでお好み焼き定食をちょっと僕が振る舞いたい。美味しいから絶対に、ご飯と合うんですか。ご飯と合います。俺は今ね、そのお好み焼き、もう大阪人やからお好み焼き好きと言って思われし、まあ確かに好きなんやけど、お好み焼き好きやで、はいはい、だから地方 の、 あのもうこれちょスポンサーついてるから言うんじゃないけど、いや、そうそう、はい、その地方も地方のね、あのなんかぬかるみ焼きとかミックスね、はいはい、あれうまい、うん、ただそのまあ、こっちのもんじゃ焼き、はい、もんじゃ焼きなんかうまないと思ってたんやけど、はい、酒飲むようになったら、はい、もんじゃ焼きがものすごいうまい、ね、酒で食べたことないですね、ほとんど多分ないやろ、はい、もんじゃ焼きを最初食べた時ね、もうなんやねんこれ、もう嫌やもうこんなんと、はい、ちま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 取ってと思ってたけど、はい、酒飲むようになったらそれはちょっとこうあのちょっとこう焦げた部分とかをね、うん、食べたことあるそれは、はい、美味しいんですか。大好きです。だつまみみたいになるとね、ちょっとこうご飯っていう感覚ではまたちょっと違うんですよ、まあ、まあね、違うね、うん、焼酎とかの、まあ、絶対好きよ、まあ、絶対好きやって、ちっちゃいヘラみたいので、そう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 、そうちみちみちゃちまちましてそうで嫌やねんけどなかなかね、はい、うまいねそれ、みんなで食べれるから、あ、なるほどなるほど、もう女でも男でも、そうですね、あの自分の好きなゾーンを自分でこう、はい、なんか作れる、うん、和歌山はなんかないの、和歌山独特のああいうのお好み焼き的なやつはあんの。和歌山ですか。和歌山何やの。和歌山は有名な何、確かにパッと出てくる、クエ料理、クエ料理、あ、クエね、魚やんか、はい、いや、クエはやな、ちょっと待ちいいな、うん、クエはね、海によって取ってそれ食うねやろ、ちゃうがな、あの郷土料理というか、郷土料理、そう、何があるの、クエはクエが泳いでるのが海近いから取んねやろ、刺身とか、刺身でしたらねっていうね、そうじゃなく、そのね、和歌山なんかありそうやんな、そうですね、まあ、和歌山ラーメンとかもあります、和歌山ラーメンもありますけど、和歌山ラーメンと、みかんもそうでしょ、なんかみかんを作った料理だ、いや違う、みかんを使った料理とか、そんなはもう、みかんを使った料理、ご飯とかね、梅干しとか、まあ、梅干しはね、はい、梅干しもやってる、やっぱり何ということが分からないから、ちょっと B 級グルメみたいな世界で、ね、素材で勝負してるんですよね、梅干しで、まあ、梅干しと、ね、だからなんか、なんかでもありそうですけど、ありそうやけど、和歌山そういうのは、まあだからね、それだけあの近くに海があって、それでみかんが取れてとか梅が取れてるんだから、うん、もう自然にあのなんか作ろうという気にならんねやろ、工夫する必要がないですね、素材で勝負で、素材で勝負、それはまあ梅の前のも向こうあるからね。俺の友達が和歌山に住んどって、はいはい、それであのまあ方言指導やってん、和歌山弁の、はい、でまあ方言指導終わって帰っていった、はい、それであの今あの私今みかん作ってると、でみかんを、はい、あの送ってきよって、はい、すまんな言うて、はい、でみかん作ってんねんけど、ひよどりが来て、はい、みかん食べに来よるんで、それであのなんていうの、バーンと打ち打ってひよどりを、ほうほう、ほなそいつ買ったやつでこれ食べられないかなと思って、ひよどりをあの焼いて食べるようになったと、ほうほう、ね、で普通に食べんねんってあれやから言うんで、うんうん、その木ね、炭でやるんで備長炭も作って、紀州の備長炭、はい、はい、うん、でもうその鉄砲で打てるようになったから、はあ、国体も出よったんや、クレー射撃とか、クレー射撃、はあ、だからどんどんなんかわらしべ長男それで鳥料理をね、なんかそうそう取ってで備長炭も作るようになる、すごいやろ、すごいですね、うん、だから国体の選手やし鳥には困らないですね、料理もできて、料理もできてやね、炭だったら美味しいですよ、そうですよね、備長炭ね、なんかそれは和歌山のやつやわ、まあおもろいやっちゃうね、それ面白い方いらっしゃるんですね、面白い人、ね、面白い人が本当に自然はいっぱいありますからね、和歌山人間おもろいもん、ここもおもろいからね、そうなんです今喋ってる感じものすごく
私今日初めてお会いするのですごくちゃんとしたっていうとあれですけど、いやちゃんとしたんだよ。なんかその話に聞いてるのが変な人みたいなことで言うから、ちゃんとしたちゃんとした人にしか見えないから。でも今日は確かになんかちゃんとしてますよね。ギアが違うんですかいつもは。いやいや、それは今日はやな、尺八としてきたはんねんから。尺八としてきたはんねんから。素材で勝負してるみたいな。素材で勝負してる。尺八としてきたよからな。それね、まあ、あのよしみちゃんとして来たらまたちょっと違うわけ。よしみちゃんはどんな感じなんですか。よしみちゃんはどんな感じ。ほんだら夜12時ぐらいからな、はい、飲みに行ったよよしみちゃんと。ね、また違う一面が。違う、そこが新宿の、はい、ちょっとそのお姉的な人の店で。お姉かなちゃうかな、あの人。お姉じゃないです、ね。お姉じゃないのか。お姉風。お姉風じゃない。お姉風っていうか結構どっちかっていうとゴリゴリに。男性おっさん、男性のゴリゴリの男性、ゴリゴリの男性より男性が強い男性、男性そうですね。そこの料理のうまいとこ行ったわ。まだ仲良いしてやねん、その人ミッキーって言って、ミッキー言って、そういう店をね、すっと知ってるんですよ。仲いいんですか。そう、すごくもう一人で結構行ってて、週多い時3とかで、いや結構行ってるな。そうです。一人で行って一人でご飯食べて、なかなか美味しい。で俺はちょっともうお腹いっぱいやから、その時は食べへんかったんけど、そういう店ちょっと知ってるんですよ。それ大きな店なんですか。いや、ね、すごいちっちゃな店で、あんな店ね、誰に紹介してもだよ、分からへん。もう一回行けって言うと分からへん。一見では入れないような場所なので、うん、なんかしてないとちょっと行けない。まあありますね、たまにね。なかなかこうちょっと覗く勇気は。あんなとこどないして発見したんやって。誰か連れて行ってもだ。そうなの、あの舞台音楽やってる時に、うん、その役者さんたちとみんなで一緒に行って、はい、そこで走ったんですけど。そうなんですよ。なのですごく本当に美味しくて、人もすごくいい方ばかりなので、うん、じゃあそのお店自体はその役者さんが出入りする店ってことですか。そう、役者さんも結構来てらっしゃるたりとか、と漫画家の先生とか、いろんな人来あんね。そのミッキーさんが喋りやすいね。ミッキー言うから、昔にねそのオカマの人がいてたんですよ、はい、有名なミッキーで、はい、でその人のなんか名残でそこにいたあった人かな思ったら、全然ちゃう人やったんやけどね、行ったらなんか感じない方ですよね。なんかそういうそのなんていうの、おもろいとこもありますからね。それでは観音ラジオ、お忘れてた。皆さんこんばんは、お久しぶりでございます。観音ラジオのお時間がやってまいりました。前回の放送の時には確か和佐さんに解説に来ていただきまして、またその途中でトムさんが実況担当するという大変お聞き苦しい放送となりましたことをここでお詫びしておきますが、さて今回の観音ラジオですが、解説には尺八奏者の辻本さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。初めての観音ラジオとなりますが、はい、おそらく意味がよく分かってないと。そうですね、今急に始まって、何が何だか。そうですね。ただ今回は解説ということですので、適宜解説をお願いしたいと思いますが、はい、今回は東京収録ということでございます。今回の舞台は東京新宿にありますホテルの一室です。ベッドの上には男性が一人腰掛けてゆっくりとタバコを食いらせています。女性の姿は見えませんが、シャワー室から水の音が聞こえておりますので、これ女性シャワーを浴びてますね、はい。この時男性はね、ちょっとドキドキしているのではないかと思いますが、女性もシャワーの中で何かね、考えている部分はあると思いますけれども、どういうことを思いながらこれシャワー浴びてるんでしょうか。それはやっぱりこれから始まるこれから始まる、はい、いろんな時間に思いを馳せながら、ドキドキしながら入っているんじゃないかなと、なるほど、思います。まあ、ドキドキね、お互いにしているということですが、あ、今ドアが開きました。ゆっくりと女性が姿を現します。髪の毛が腰のあたりまである長い髪ですね。体にはバスタオルを巻いた状態。女性ゆっくりとこのシャワールームから出てきます。あ、きちんと電気を消しました。そして、ゆっくりとベッドへと近づいていきます。ちょっとこう距離感どう詰めるかというところでしょうけれども、こういう場合どうでしょう、女性から男性に近づいていった方がいいんでしょうかね。そうですね、やっぱり隣に座ったりなんかにして、はい、ちょっとこうシャワー上がったよみたいな感じで、はい、どうですかね。どうですかということですが、話しかける方が、まあ、男性は心を解きやすいんじゃないかという、はい、
ところでしょうかね。さあ男性がタバコの火を消して女性ゆっくりと近づいていきます。おっと横に座りましたですね。2人には少し無言の時間が続いています。先ほど男性タバコ吸ってましたけれども、これシャワー浴びた女性からするとね、ちょっと香り匂いなんか気になるんじゃないかと思いますが、その辺どうでしょうかね。その辺はやっぱりもう好きな人だったら大丈夫かなと思います。タバコの香りというのはこういう場面においてはどういう効果がありますでしょうか。タバコの香り、まあその人がいつもよく吸ってる香りっていう認識で、はい、なんかこうまたぐっと近く感じるんじゃないかなと、うん、その香りを嗅ぐことによって、嗅覚も大事なポイントですからね、はい、そうですね。なるほど。と女性が男性の膝に右手を置きました。これは少し積極的な感じがしますが、女性からということでよろしいでしょうかね。女性から置いたんですか、男性が。女性が男性の膝の上に置いていますね、はい。これはもうぐっと距離も一気に縮めた感じかなと思います、普通ここでちょっと駆け引きがねあったりするのかなと思うんですが、ちょっと、まあ、女性の方もはにかみながらなんかするところをもう一気に、詰めていこうという感じじゃないかなと思います。これ男性年下と見えまして、ちょっとドキドキドギマギという表情が見えますが、はい、こういう時男性はどう出る方が効果的なんでしょうか。そうですね、年下だったらやっぱりそこでちょっと男性の方が逆にはにかんだ感じだったりすると、はい、こうちょっと年上の女性は可愛いなって思ったりするんじゃないかなと。すいません。おっと誰か入ってきました。ドアが鍵がかかっていますので男性が立ち上がりました。ゆっくりとドアの近くに近づいていきます。そしてドアを開けました。ルームサービスご注文されたんじゃないでしょうか。なんとルームサービスを注文していたようですね。これは男性側が用意したと考えていいんでしょうかね。そうですね、ルームサービス担当の初老の男性の方ですが、ゆっくりとカートを押して中に入ってきます。すいません、申し訳ございません。いいですか、中入って。これちょっと気まずい瞬間に入ってしまったということにさすがに気がついたようですが、それじゃあここ置いて出ていきますけども、奥の方の女性が、いえどうぞ奥までって言ってますね、どうぞ入れてくださいって言ってますね。それじゃあ失礼します、どうもすいません、はい。男性の方が、中にルームサービスを持ってきました。フロントに預けられた尺八も持ってこいって言われたんで尺八も持ってきたんですけど、なんとここで新たなアイテムが登場、尺八ということですが、これ女性の方は尺八をフロントに預けていたということですけれども、はい、これ尺八をフロントに預けたらどういう状況でしょう。そうですね、やっぱりちょっと一度しまあ、そのまま持ってくるんじゃなくて、一度フロントを返して、はい、後から持ってきてもらって尺八から始めていこうかなっていう。なるほど、これは素晴らしい演出を女性が用意していたということですね。はい、隣の方もおられるんであんまり大きな声を出さないでいただきたいんで、もし吹かれるとしたらですね、尺八を吹かれるとしたら、あ、なるほど、それだけうちの支配人が言っておりますんで、ちゃんと防音装置はしてますけども、ちょっと吹くときは気をつけていただきたいということでよろしくお願いします。今注意がありましたが、防音装置はきちんとあると、はい、壁自体はしっかりと厚みがあるということですので、ちょっと粋な計らいですね。いくらでも音は出していいよということかもしれませんし、そうですね、音鳴らずと声かもしれません。おっと、また続いてノック、先ほど男性が出ていた、今度はまた、しかもかなりトントンが多いですね。さあ何でしょうか。すいません、小男が現れました。何でしょうこの小男、薄汚い服を着ています。一体何でしょう、ネズミ男のような表情です。すいません、お酒を開けてもらえませんか。お酒を分けてもらえませんかという。ちょっと止まって、もう全然あかんや。何よお前。すいません、ラジオ木南さん、次がどんどん発展していこうと思ってんのだよね。辻元全く分からんようになって出ないよこの状態を。なんでお前隣からこうとかを、例えばマッサージとかそういうの入る理由があるじゃないか。それとかもう尺八を吹いてもらうというところへの行く やり方、もう全然あかんな。お酒分けていただけますかって。
もう潰してもらえない。いやこれに潰してもらえない。いつもやってるあの観音ラジオいうのがあって、はい、そのなんていうか女性のね、はい、そのまあ感覚を試すためにいろいろこうやるんですけども、はい、今日はちょっとねあの、はい、あまりにも初めてなんで変なとこ行ったらあかんもって私が出てきて、はい、まあ尺八もそこで吹いてもらおうかなと思ったんですけどもね、ムードが出るのかなと思ってました。それでまあもう一人ね、うん、二人だけやったらあれなんで、うん、参加してもらったらお酒を開けていただけませんかと。お前何やねん。どんな男なんですか。本当ごめんなさい、僕今日は高等です。高等っておかしい。いやおかしい。あの本当に今日はもう僕は引き算、そのこと引き算で今日はちょっとおとなしくしとこうと。先週も潰しあのね前回も邪魔しちゃったから今日はもうリスナーのこと、全然もうチャンス与えたね。いやそうです、今もうチャンス、はい、チャンス与えた。でであのトントンまではトントンまではいい、トントンまではできないです、はい、トントンまでは行ったんですけど、ね、うん、そこ、これはね、はい、すごくこう、はい、女性の本当に、はい、あのなんか感性が出るんですよ、はい、だから個性、ね、個性も出るし、うん、だからそういうなんてどんどん行こうかなと思ってたのにもかかわらず、はい、いや完全に潰し、いやいや本当そうですね、酒もらいに来るって。いやいやそんなやつ、お前の趣味や。お酒を分けていただけませんか。本当僕もなんであいつが出たあのコートも出してしまったのか、自分の中からあいつを出してしまったことが、いつも出てるやつだったらええねん。いや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 、わかります、毎回出る小男だったらいいですよ。いや毎回ね、毎回出てるんですか。毎回出てる小男ならいいですけど、潰しやん、はい、ごめんなさい、本当にすみません。最後までずっと吹いてもらうとか ね、 そうなんですよ。いやそこまで行きたかったんですよ。いやまあでももしかしたらこうとこも尺八のファンだった可能性もあるんで。ね、関係あるよ、はい、それ全然。だってお酒もらいに来てんだもん。マッサージ注文されたんですか。まあ部屋間違えましたかとかぐらいの、はい、ぐらいのね。いやそう、それでよかったですよね。それでいいねんか、はい、お前また足し算してやんか。ひどいよね。あと笑ってしまうだけ。ちょっとだって意味わかんない。どんなシーンなのかがもう全く分かんない。これねあの全く知らんで入っていった方が、はい、あの多分ね辻元さんも良かったんじゃないかと思うんで、どんどん最後はその尺八を見てもらう。それはもちろん尺八を鶴瓶さんが持ってきた時点でもうこれはあ。これも女性が吹く感じかなと思いました。でムードを高めるためにね、僕もそう思ってました。そういうこう、うん、本当に台無しやん、はい、台無し。それでこうなんかふんって、ね、最後あの尺八が鳴ったら素晴らしいだろうなと思ってたんです、うん、でもう今日は絶対に邪魔しないつもりだったんですけども、なぜか自分のどっかにあった心の子男がこう出してしまったので本当にちょっと反省しております。もう反省だ、もう出られへんわこのコーナー実際。いや師匠観音ラジオちょっと、いやもう僕正直ここは何回ですかやっぱその観音ラジオが始まるともうなんか変な汗がまず出てくるんですね。やっぱり自分がこの観音ラジオの時に明らかに異物というかですね、こう変な空気を出してることはもう重々に感じてたんですけど、せっかくチャンスをいただいたのにもかかわらずちょっとこうとこうというキャラクターで失敗してしまいまして、なんだろう、困っちゃったな。だからトムさんちょっと練習してたんでしょ。練習してたんですよ。全然あかんかった。練習してたんですけどやっぱちょっとダメだね、うん、練習しちゃダメね。ラジオ聞いてる人も、はい、ね、はい、もう、まあ、多分あのあれ、はい、iPhone でその辻元はどんな人なんかなと見てるとか調べて、あこの人あかんのラジオやってくれんねやと、うん、嬉しいと思ってますよ。うん、ね、でそれでまあねその最後は社交ちゃんビヤーン浮いてくれるいうのがね、ええ、いいのにもかかわらずこんな邪魔するの。いやいや本当に毎回ちょっともうこの観音ラジオが僕の中ではかなり分厚い壁になってまして今。そんなに試練だと思ってるんですか。はい、もう正直観音ラジオがうまくいかなかった日のオンエアはもう怖くて怖くてもう夜10時が近づくともうすぐ自分の嵐しか出てない観音ラジオが流れるのかと思うと、もうなんで毎回放送終わりにくちゃんにちょっと LINE してしまうんですけど、はい、次来た時夏にもやってもらうわ。次はちょっといや次は私ももう入念に準備してやってきます。そうですね、そう、それで言うと一番わけ分かってないのは辻元。いやでも素晴らしかったですよ。そう、素晴らしかった。本当ですか。はい、いや本当何が始まったのか全然分かんなくて、自然体で答えられてらっしゃったんで、そうそう、うん、もう少なくとも僕の1000倍いい感じでした、はい、そう、僕いつもこの観音ラジオでゲストの方いらっしゃる時にやってるのが、はい、今日の担当は辻元さんです、よろしくお願いしますって振るんですよ、うん、でそれに対してはいよろしくお願いしますって普通に入る人はもうやっぱちょっとだいぶ、うん、
特殊なんですよね、うん、あの上手い方っていうか、うん、解説できる人が、あ、今日は大丈夫だって私今日も思って思ったやろ、安心感があって、ね、だから度胸がありますからね、はい、それは、あ、それ外国、あの世界回ってますからね、すごいですよ ね、うん、世界で吹いてる時って、はい、やっぱりいろんなお客さんいてはるやんか、はい、でもそんな尺八の音も知らぬ人も見てるやん、うん、その時どうやの、もうものすごくこう反応が、結構海外の方本当に真剣に聞いてくださって、うん、で、終わった後にそれこそもうスタンディングオベーションで、もうブラボーみたいな感じで、結構ダイレクトな表現というか、うん、っていうのが結構印象的ですね。一番興奮したのはそれどこなの、あ、これはすごい良かったなって、国の人たちはみたいなんですか、うん、あの海外でですか、海外だとキューバが一番印象に残ってますね。キューバ行ってんの。そうなんですよ、まあ、これは本当に私自身の音楽人生のターニングポイントだったんじゃないかと思ってるんですけど、なんかあのキューバって本当に音楽レベルがすごい高いので、なんかあのその現地の本当にあのトップクラスの方々とご一緒させてもらって、もう本当にすごいんですよ、もう血が音楽でできてるんじゃないかっていうぐらいすごくて、でもあの私も本当に自分がこんなにできないのが初めてっていうぐらいの、うん、なんかそういうあのなんか挫折じゃないですけど、あ、こんなに音楽ってすごいんだみたいな、でまだまだ私こんなにできないんだっていうのをもうなんかリアルに感じて、それですごい本当に音楽がよりなんか楽しくて、すごく好きになって、本当に尺八やっててよかったなってすごく思った機会だったので、向こうにはないもんね、その尺八というものがないから、音色としてないですね、どない楽しい、どない楽しい、だから楽しんだらいいっていうことが分かったんやろ、そうだ、本当もうコミュニケーションというか、もう向こうの方々もう音でみんなで一緒にもう楽しい、みんな踊ってません、テレビ見るの、そうです、そうです、イメージはあります、そうなんです、本当にもうそのままありのままにもう音を楽しむっていうのがすごくこう肌でリアルに感じて、それで私もなんていうか、そういう風にこうや尺八っていうものも楽器として本当に可能性もっともっとあるなって思って、いや、不思議やな、でも共産圏でしょ、社会主義の国でしょ、そうですね、ねえ、それまだなってないわけやんか、まあ、ちょっとずつ変わってはいるんですよね、最近は、まあまあ、でもそうやけど、それでもまだね、アメリカへ亡命する人もたくさんいてるのにもかかわらず、街自体は楽しそうやんか、ね、そうなんですよ、なんかみんなが幸せそうじゃないですか、はい、どうしたらいいの、あそこにはパスポートあんねやろ、そうです、そうです、一回違う国を経由して、うん、呼ばれたの、呼ばれてそう、ああ、そう、なんかそういうイベントに出たってことですか、ジャパンフェスティバルみたいなやつ、そうです、いろんその現地のイベントの、に2カ所で出させてもらって、そのコンサートとそのフェアみたいな、そのブックフェアっていうすごく大規模な、なんかこう野外フェスみたい、野外フェスっていうか、みたいな形のところでやったんですけども、お客さんどれぐらい入る場所なんですか、いや、そこは本当に多くて、何千人ぐらい、何万人、何万人、8万人、社長も行ったの、8000人、全然違う、8000人、ごめんなさい、8000人でした、さすがに、ね、8万人っつったらもう大都市、キューバ全体や、まあ、8000人、社長も行った、1000人のお客さんが、まあ、ほとんどキューバの方ってことですか、そうは、現地の方々、いや、でも行くのも遠いやろ、でもそのすんなり入られへんからね、キューバってなんかちょっと憧れますね、もう一度は行ってみたいというか、いや、本当にすごく開放的で、なんかもう土地が明るい感じがして、関係ないけど、なんかパナマ帽のイメージあるから、パナマはパナマやけども、パナマ帽をしゃべって半ズボンで踊ってる雰囲気あるで、そうですね、確かに、あと、あの古いアメ車がね、いっぱい、こう、アメ車は本当に、ね、昔のもうそのままですね、当時のがを修理しながら、多分昔アメリカだった頃のあれを全部修理してたんですね、タクシーとかも全部、本当にね、もうクラシックカーというか、本当に、食べ物は、食べ物も美味しかったです、結構豆をこう煮たようなものとか、それを一緒にこう食べるんですけど、辛かったりするんじゃないかと思ったりする、いや、辛いのはなかった気がしますね、キューバってやっぱほんまちょっと行ってみたいな、そうですね、なんかもう
どんどん体制が変わってっちゃって、それこそなんか変わってちゃうから今のうちに行った方がいいよってずっとこの何年か言われてますよね。今のかの方が楽しいよ絶対って、あのスカトロは死んだの？ガストロです。いやいや、びっくりしました。びっくりしました。急に。ガストロごめんなさい。あんまりちょっと。カンノラジオもそこまで。ガストロは。ガストロさんは。言い間違いですね。言い間違い。たまたまになった。お腹になった。そうですね。間が空いちゃいましたけど。議長は。議長はなくなったんじゃないですか。でも共産権でしょまだ。そうですかね。全然詳しくわかんない。いやなんかでももう値段とかもいろいろその観光産業のものと違ったりとかして、まあだいぶ変わってきてるっていうのは、この間もニュースやってましたね。行きたいな。行ってみたいですね。いや本当にキューバはすごく素敵な国です。どのぐらいの期間行ってたんですか？その時3カ国行って、それこそさっきあの出たパナマとエルサルバドルと行って、えらいとこ行ったよな。なかなかこう行けない国に。パナマとエルサルバドル。エルサルバドルってサンサルバドルやろ、あの首都がね。そうですそうです、そうです。エルサルバドルってもう距離感も分かんないです。近いんですかそのパナマとかキューバ？いやいや、だ南アメリカでしょ大体が。キューバは 中米ですかね。中米かね、はい、キューバはそのなんか島やんか、はい、ね、そうなんです。それはもうもう本当にじゃあ日本人がいっぱい何人かで行ったんですか？もうそう、和楽器チームで津軽三味線と和太鼓と尺八の3人で、そのツアーを3カ国でしてきたんですけど。何演奏するんですか？その時は、まああのまあ、古典と言われる、まあ、曲から現地の曲だったりとか、現地の曲、そうです、で、まあ、オリジナル曲だったりとか。へえ、現地の曲のジャズっぽい曲が多いわけ？どんな感じなんだ？いや、まあ、現地で流行っている曲だったりとかなんですけど、そうですね、それをやるわけ、はい、それラテン音楽、ラテン音楽ですね、聞いてそのままその時に聞き取りして弾くわけ、うん、まあ、あの日本にいる間にあの、うん、覚えといて、そうなんです、準備しておいて、それで現地で、ほう、はい。エルサルバドルってどんなとこやの？エルサルバドルは想像がつかないです。そうそう、景色も分かんないですね、何が見えるのか。エルサルバドルはそうです、まあ、結構治安が悪いとそう言われている感じもちょっと感じつつ、でも人は意外に悪くない、そう、なんかあの結構フランクに喋ってきてくれたりとか、すごいなんかこう活気のある。怖くはなかった？なんか全然怖くは、行ってる間に怖い思いをしたことは全くなかったんですけど。パナマは？パナマはあのパナマ運河を見に行きましたね。頭悪い行ったとは思えないよね。どんなやつパナマ運河？パナマ運河は意外にこうあのやっぱあのゆっくりじゃないですか。本当に行ったんですよね。行きました。運河ただ水位を下げてくれあるわけね。それやっぱ意外にこうゆっくりこういやいや同じこと今2回聞きましたけど、ね、何がゆっくりなんですか？覚えてないねパナマあんまりな。いやパナマとなんかすごい都会的、あの意外にすごい都会的なんだなっていう街の雰囲気が、すごい南の島っていうイメージしかないですけど。そうなんです、意外にこう都会な街の中とかは。今聞いたらキューバやな。キューバの男の人はどんな感じなの？かっこいいの割とキューバ。そうですね、俺ら行ったらね、やっぱ女の人の顔見るやんか。あ、まあそうですね、男性綺麗な人多いなとかいうの、女の人は綺麗の？そう、まあ、あのエキゾチックな、顔立ちで。そうですね、男の方も、まあ、すごい背の高いっていうわけじゃないですけど、ある程度は高いんじゃないですか。今年はどこ行くの？まだ決めてないの？今年はそうですね、まだあの外国へは、外国には行ってなくて国内をいろいろ回ると行ってます。浜松今日は浜松から浜松浜松じゃな、はい、浜松行かなか時間がないって、うん、そうそう、1時 の、 あの新幹線乗りますからね、はい、うん、もうだから帰ってもらわないとこんな感じでゲストの追い出されちゃう初めて聞いて、もう帰ってもらわないと、また新たに来ていただいて、はい、何人かで来ていただいてもいいじゃないですか、このチームでも、ね、はい、もう一曲かけるとしたら何がいいですか？もう一曲、あのこの中に私のオリジナル曲が一曲入っていて、最後のに、最後にシンクロニシティっていう曲が、これなかなかいいですね、そう、はい、これ聞いていただければなと思います、はいはい、いや、あのこのシンクロニシティっていうのは、はい、まあね、まあ、ご存知のようにあの
もう僕は割とようそういうことが起きるわけですよね、はい、ああこの間あったのにこんなことも起きたっていうのがあるねんけども、それを言うてたらこんな曲がありますよって弾いてくれたやつよね、そうなんですよ、まさにもうあの本当シンクロニシティの連続が、連続でこう生きてるんじゃないかなと思うので、まあこれは本当にねシンクロニシティで鶴瓶さんにもテレビで見かけていただいて、そう出会ったりしたりとか、そう本当にでそっからね、そっからまあ見ただけじゃなく、そっからこんだけ付き合うっていうのが大事、ね、そうですね、やっぱり長いこと付き合ったらその本人が分かるやん、どうん、アホさも分かるし、そうですね、人間の面白さも、ね、一回人間の面白さを分からないと、はい、形だけであの付き合ったってあかんということですよね、だからまあ愛人を受けしますって言ったんですよ、そうですね、そこに戻るわけですね、はい、そうですね、こっちのアホやんか名ハードして送ったね、恥ずかしいわ、お受けいたします、あれもう消去しといてほしい、お受けいたします、お受けいたします、永久保存版で、やめてください、脅されそうよ何かの折に残ってます、今日はゲストにね、はい、あの尺八奏者の、辻本よしみさんが来ていただいておりまして、はい、またあの来てください、はい、何人か連れてですね、そうですね、来ていただいて、ぜひ今度あの観音小説もちゃんと最後まで、観音小説、観音ラジオ、観音ラジオ、ラジオか、その際はあの小男出ないんで、ね、そこは安心してください、本当にあれは出てるのびっくりしたわ、どうもありがとうございました、ありがとうございました。